セガちゃんさんよろしくお願いします。あ、これタイプ S なんだ。そうです、13ですね。じゃあまずは SS 仕様にしてっていう感じになりますかね。死んだ、穴開いてるか傷ついてるか。実際穴開いてます。多分これえこの感じは穴開いてます。どうだい、暗くて見えない。見えないね、うん、なんか粉っぽいね、確かに、うん。今にだけ外しました。はい、あとシリンダーも。お、シリンダーもピッツも外しました、はい、お釈迦になってました、ね、お釈迦でした。え、あらら、比べる と、 なんか作りが全然違うんで、なんか補修かなんかのやつだと思いますよ。じゃあそこら辺は一度いじったんですね、交換して SS マロシで出て、はい、その後このシリンダーちょっと削って、うんうんうん、でセッティングして、うん、めんどくさい、最初から普通のノーマルやのシリンダーでいいじゃん。いやでも走んない走るよ十分走んない。じゃあやってみてよ。え、何が走んないの。ベアリングとか大丈夫そうですか。あ、これですか、うん、あ、全然大丈夫ですね。あ、全然こんだけ回れば引っかかりもないし、うんうん、とりあえず今日はこれをメインとスローを。すみません、リードバルブもノーマルを加工してっていうことだから、ちょっと少し大きめにする感じですか、ね、リードはね、大きくするとね、濃い症状出るんです、入っていくから。けぶれた空気決まっちゃってるんで、はい、セール分は、うん、だからいつもよりいっぱい入るから濃い症状出るんで、これはニッパーで、ニッパーでやりながら、こうヤスリとかでやっぱりなくすようにな感じです。一面にすると板変えれるんで、この硬さでまた変わってくるんですよ。これ樹脂なんですけど、あんまり硬すぎても力ないと開かないし、ああなるほど。ノーマルのは結構やっぽいです。あ、そんなにいっぱいあるんだ。これがノーマル。V100 のノーマルです。これについてたやつ、これがリモコンジョブの多分カメハクかなんかで、これがノーマル。硬さが違うんですよね。ね、違いますね。で、これがカーボン、これがカーボン、マロシって書いてある。つけて自分でこう開いて、この硬さが全然多分違うと思う。多分硬い方が付きは良くなるんですけど、結構好みで買ってくるんですかね。これだけ空いてるとやっぱいいですね、整備しやすい。まあここ円でこれほら長方形じゃないですか、うん、ちょっとこれも形悪いんですけど、本当はここ丸の方がいいんですけど、本当はね作れれば一番いいんですけど、うん、これ自分で作ったやつなんですけど、前シグナス用のやつつけてて、こういう風に作れるんであれば、うん、渋谷用の今に向き変えてうまいことつけれたりもするけど、でこれだったら多分オイルラインとかも穴開ければ出せるんで。エンジン下ろすの？下ろす。じいさんボート削ってくれればいい。お。3秒台出る。大丈夫？音ってない。30キロぐらいの体重の人連れてきてくれる。何なのキャブいじめ。20年ぶりぐらいですよ。エンジンとキャブとそのケースのテカテカにしてる。蚊めっちゃ寄ってきたんだけど。蚊めっちゃ寄ってきた。一緒に行くの俺だけなの。蚊ごときにたやすく上げられる血じゃない。RH マイナスの AB なんすよ。え？本当はこんなバイクなんか乗ってる場合じゃないんすよ。何万人に一人っつって。じゃあ出血したらやばい、うん、やばいんですね。やばいんですよ。蚊ごときにあげられる血じゃないですそれは貴重ですね、確かに。豚バナを外して、これどうします、これつけてみます、豚バナ。お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様。じゃあ RH マイナスって買わないもんですかね。まずいんですまずいか、血液って判断してないのか。臭いからやってくるだけ本当にあ、番号番号俺あれ持ってるよ、番号のところが
ハズキルーペ。ハズキルーペ買ってあげたことあったんですけど、速攻なくしてましたからね。めっちゃ綺麗になった。スタジーさん。ミラーとエイトナのスポンジ、あとはブレーキシュー、ブレーキパッドと、面白いとこあるじゃないですか、この下にこれを入れてもらいます。あ、はいはいはい、こことなんですピンの入れるんだったら、うん、こういうとこ削らないといけないんで、ここを削るんですか、うん、当たっちゃうんですよ。へー、下駄かまして、うん、ちょっと高さを出して出すのか、うん、削るか、うん、削って平気なんですか、ここは。あ、全然これは問題ないです。へー、こんな状態のを初めて見ました。後ろ柱を取ったやつを今つけた感じですか。そうです。変わっていいんですか。ね。これ何ですか。オイルポンプの。おお。ここにシャフトがあって、クランクが回るとこれも回るんですよ。へえ。それでオイルの量を調整するっていう。なんかどうなってるかわかんないけど、多分回転に合わせて開いていくんじゃないですかね。ノーマルってこのストロークが46なんで、だポートも上視点からその半分23、上がつらってたら、うん、もう上から23ミリ下がったとこまで削っても平気、そういうのがあるんですよ。まあでもマフラーノーマルなんでそんな上げない方がいいと思うんですけど、 あんまりやりすぎるとトルクがなくなっちゃうんで、横もちょっと広げる感じなんですか。横はあんまり広げるとリングが引っかかっちゃったりとかするんで、スタッドの内打ちだとまあまあ大丈夫だよって。そんな広げても大丈夫なんだ。うわ、これで何秒ぐらいになったんですか。この時3秒23はできた。じいさんは何秒なんですか、自己ベスト。3秒1出てるんです、多分。はやー、ありがと。変すごいな、みんな SS でちょっとでも速くなるんだったらパロシつけたら、でもそれか SS でこんだけ出ますよっていうノーマルシリーダーで出ましたよとか、要はノーマルベースでこんだけタイム出ました、うんうん、なるほど、確かにそれでもいいかもしれないですね。普通こうマフラー変えたりとかね、いじると速くなるじゃないですか。お疲れ様。早かったね。借りた CDI 返します。もうびっちりくっついてたの、へばりついてたんだよ。ガスケットアルミニウムの使った方がいい。あ、こういうあとちょっと段差できてるじゃないですか、うん、ガスケットと、うん、これも削って大きさ合わせてるんです。あ、いや SS だったりとかするとここになんか肉持ってもう限界まで広げたりとか、うん、ここはね結構自分広げて変わったっすね。トルク出るようになったって。ここの穴は何の部分ですか。早期。あ、早期なんだ。こっちもこっちもそうです。これは削ってますね。なんかちょっと広げてある。汚いけど。本当だ。まあでもここは
やれば変わるとこですね、とりあえず一旦マロシ、難しいんですよね。言いやすいやつ使ってるんですけどね、自分とは。G、なんだっけ G です。G クリップ？G クリップ。入ってる。すげえ輝いるわ。うん、消えます。寄ってきたんだよ、二人でいるから。それもう、エンジンかけたら4秒台です。わあ、違うかな。それはないか。うん、ガスケット量してた。わあ、わあ。あるあるでしょ。1.5 出ますとりあえず。はい。これで1ミリ、タイミング上がったことになるんで。これもともと5ミリじゃないですか。あ、5ミリなんだね。駒子、さらに1ミリ増えてるから、その分上に上がるんですよ。だからこう削ったことと同じ、同じ、まあ全く同じではないんですけど、とりあえず 1.5 入れて走ってみて、あ、よ、いいな、このフィーリングいいって言ったら、これを外して削っちゃうんです。駒子入れて1ミリ削れば同じになるし、それの繰り返し。今日はこれ使います。アドイチの自分が昔使ってたやつです。とりあえず。よし。もうすかね。はい。叩いてみて。これが。リブ入ってれば、ま、持っていけるよみたいな。ああ。頭に届いてる。